一ノ瀬からどうぞ。私から、私転校する前に天野くんに言っておきたいことがあって。何？実は天野くんのこと、天野くんのこと、誠が好きなの。誠のこと大事にしてね、お願い。相模が俺のこと、ひな、どうだった？ちゃんと告白した？うん。で、天野はなんて？答え聞かずに逃げてきちゃった。もう、ひなったら。でも、ちゃんと言えたんだ。うん。相模が？それってやっぱ一ノ瀬は俺のことなんても思ってないってことだよね。それでお前は告白もしないで逃げてきたってわけか。当たり前じゃん。どうして？結果が見えてるからだよ。振られんのがそんなに怖いのか。怖いとかそういう問題じゃなくて、振られて嫌な気持ちのまま残りの日々を過ごすより、今のまま笑顔で彼女を見つめていたいんだよ。勝手にしろ。ああ勝手にするさ。ひなきちゃんがいなくなったら俺たちひなきちゃんも解散するのか。バッ、ひなきちゃんに解散のもんじゃない。どうか言っても毎日ファンレター出すんだ。みんなで肩を合わせて泣こうじゃないか。ところでいつ引っ越すんだ。それが本人全然言わないんだよ。あー、まどさらにで、どうなの返事は。大胆だな、おい。そのなんていうのはね、つまりこのさあ、ちゃんと返事しなきゃダメだぞ。はい。びっくりしたな。もうどんなところだろうね。友達が増えるといいね。うん。ほら天野、何やってんだ。明日は大事な試合だっていうのに気合が足らん。気合が。惚れた女に告白一つできねえ根性なしだからな。何？色ボケか。